先発は中山と小倉でした。まず1回の表、2アウトランナーなし、中山対今日1軍に上がってきた松中、三振を取りました。1回の裏、2アウトランナー1塁で、これはもうファインプレーからいきましょうか。そうですね、先頭バッターの坂口が打った打球ですが、木所がファインプレーをしたというところでした。ランナー1人置いて初回にカブレラ、まず20号ツーランホームランでオリックスが先制点を取りました。2回の裏、2アウトランナー3塁、坂口が今度は三遊間突破、タイムリーヒット、これが3点目です。2回を終えて3対0オリックスリード。3回の表、2アウトランナー3塁、ソフトバンクチャンスをつかみました。バッター川崎はセカンドゴロ、あと1本が出ませんでした。中山は3回までノーヒットピッチング。4回の表、ワンアウトを取った後、松中にヒットを打たれます。1軍に今日上がってきた松中、ヒットを記録しました。その後、国保セカンドゴロ、1塁は国保が懸命に駆け込んでいてゲッツーは取れませんでした。その後の田村から三振を取ります中山です。好投が続きます。今度は5回の裏、ツーアウト1塁2塁、初回にホームランを打っているカブレラ、三遊間突破、タイムリーヒット、森山がホームに帰ってきました。4対0、ランナー2人を置いて T 岡田、左方向に打ちます。手応え十分だったみたいです。スリーランホームラン、第32号スリーランホームラン、7対0としています。オリックス前半の5回を終えて大量リードに変わりました。